はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。よくね、そういう都市伝説というか予言系のものを見ていると、何月の下旬は気をつけてっていうのがあったりとかするよね。あの、地震が来るかもしれないから気をつけてとかさ、噴火するかもしれないから気をつけてみたいなのがあったりするけど、基本的には信じないというか、ああそうねみたいな感じで、当たってたら当たってたですげーとか思うけど、まあ当たんなかったら当たんなかったでなんか言ってたわーみたいな感じになるけど、でもなんだっけな、結構11日気付けで11日は気をつけるみたいなさ、あったりしなかった、3.11 が、まあ、東日本のね、あの地震もあったし、9月1日じゃない、9月11日が、なんだっけ、アメリカのツインタワーのあの事件というか事故というか、まあ、そういうのもあったし、多分11日関連でそういうのがあったり、ね、まあ覚えてるのはそれだけだけど、うん、なんか毎月毎月なんかそういうのがあったりとか、あと46分、まあ、45分とか46分には気をつけた方がいいとかさ、うん、その地震、そのさっきの 3.11 も46分の時に起きたので、なんか46分の法則みたいなさ感じで言われてたりとか、多分 9.11 も46分とか45分とか、なんか、まあ、人工地震とかっていう風に言われてはいたりとか、まあ 9.11 もちょっとおかしいよねっていう風に言われてるけど、まあ実際のところどうなのかっていうのはわからない、うん、っていうのもあるんだけどね。だから気をつけてって言われても困るよねって一応備えとかはしているけども、地震とかのね、地震とか、まあ、火山というかね、噴火とかもまあなったことはないので、どうなるかっていうのは未知数だけど、噴火は、まあ、鹿児島県のあたりの方たちは何度か、何とかっていうかさ、まあこうなったら なんて言うんだろう、どういうふうに行動するっていうのはなんとなくふんわりだけど分かってると思うんだけど、あの本州の方は全然分かんないじゃん。だからこうした方がいいよって言われても、へーみたいな感じで薄れたぼんやりとしかね見えなかったりとかするから、うん、ね、ブラックアウトとかもさ言われてたし、あの時もやっぱりあの電源は気をね、モバイルバッテリーだとか、まあ、モバイルバッテリーで使えるようなライトとかを持っていた方がいいよみたいな、うん、感じの人はやっぱいるみたいね。だから、ポータブル電源を買いましたって、うん、大容量のものを買いました、まあ、それは Amazon プライムセールみたいなところで、まあ、5万円とか10万円安くなったんで買いましたっていう人が多かったけど、まあそういうね防災の意味で買ったっていう方もいらっしゃれば、まあそれプラスその最近ね電気代が上がってきたので、それのものをやる
すいません。それのね、対策としてっていう感じで。まあ、やってるっていう方が多いみたいね。ただ、その、モバイルバッ、なかなか全員が買えるわけではないからね。だから、レビュー系の人で何個か持っている、その福井のカズさんなんかも、まあ、全部が全部使ってるかっていうと、そうではないだろうけど、なんかあの人のことだから、ああ、あげるよ、みたいな感じで、その近所の人たちにあげちゃいそうな感じもするけどね。まあ、あくまでも私の感想だけど。だから、その預言者の方たちが、何月の何日に気をつけてって言われてても、まあ、うさんくささっていうのはちょっと拭えないかなと思う。で、世界の、ね、預言者っていう人たちも 3.11 とか 9.11 とかを予測しましたとか、予測っていうか、まあ、予言しましたなんかに言ってたりするけど、ほとんどのその預言者の人たちはそれ言ってるよね。私は 3.11 を予言しましたみたいな。計画じゃない。警告をしましたみたいなさ、なんかそういうようなことを言ってるし、まあそれでね、箱をつけるじゃないけど、こういうこともあってて、私ってすごいでしょみたいな感じで、こんなこともね、当ててるんだが、私にそういう依頼をね、依頼をしてくださいみたいな、注目してくださいみたいな、 YouTube なんかでも出しを見てみたいな。ただそのね、中にはその一応ね、1年分のざっくりとした予言をしてて、まあ年末がその次の、なんだろう、頭ぐらいに去年はこういう感じでしたねと、当たらないものは、3件4件ありました、申し訳ありませんでしたっていうね、まあ、海外の預言者みたいな人が言ってる人がいるみたいなんだけど、ほとんどの人は言いっぱなしでどうなのっていうまあその人たちを、まあ、信用してないというか、まあ、信用してなくはないけど、言いっぱなしってどうなんだろうねって、そのすいませんでしたって言ってる人の方がすごく信用になるよねっていうのは、まあよく言ってたりするけどね。どうなんだろうね。確かに信用、全幅の信頼を寄せるかっていうとそうではないけど、でも過ちというか、当たらなかったことに対して謝ったっていうことは、まあそうなんだねって思うなと思います。はい、皆さんどう思うでしょうか。以上です。